今から、ベリーの、プレゼンテーションを始めます。皆さん、世界中で、目が病気、目が不自由な人、約1億6000万人でした。で、その人たちは、どんな仕事をしているか、みんな気になりますか？今日私は、ベトナムで、視覚障害者での、センターを、発表させていただきたいと思います。まずは、この人の話をご紹介します。彼は子供から目が見えず、家族も漏らす、毎日作った工芸品を、売って歩きました。で、その売ったお金は、毎日の、生活費とか、を叶うとともに夢を長いくため貯金していました。で、その周りの人を応援されていると貯金のお金を、このセンターで出し上げました。で、このセンターで爪楊枝とかカゴとかうちわなどを作っています。で、このセンターは、どんなところというと、視覚障害者のためお仕事を与え、視覚を支援し、自分だけではなく他の、視覚障害者も、こう仕事をあげます。で、私たちも、他の、視覚障害者も助けたいと思います。では私たちは、どうすれば助けますか？それは分散で紹介します。私たちが困難であっても頑張っておられる視覚障害者の方々に感銘を受けました。で、そして私たちがどんな支援ができるかと話し合いました。その結果こういう企画が生まれました。まず何か商品を販売して、この利益は大阪にある視覚障害者支援組織クラウバーセンターに寄付しようと決めました。で、視覚障害者の立場に立って考えたとき、どのものが必要か、いいか、SDGs の目標も考慮して、その上で家計のハンカチを販売しようと決めました。このハンカチはベトナムから輸入したものです。次は商品について、説明します。この商品は、環境にとって優しいなものです。なぜならというと、70% 竹から作られました。品質は高水性、吸水性が高い、柔らかく、肌にとってアレルギーにならないです。次は、マーケティングに関しては、お客さんがこの竹ハンカチのことを十分で理解できるように、さまざまなマーケティングの方法を使いました。例えばポスターを作り、ウェブサイト、インスタグラムで商品のこと、チームの活動、在庫などを見られるようにできました。また私たちが各のグラスに行って、商品のことを宣伝しました。次はゆうりさん、お願いします。次は私たちのソーシャルエンタープライズについて説明いたします。で、アイデアと商品を決めた後、販売の準備です。まず本を受けるためにワイベーカーにプレゼントを行い、販売のために係長に企画書を提出しました。そして7階のロビーで2階の販売を行いました。販売終了後は寄付先への寄付の準備です。で、クローバーは大阪・阿倍野区にある視覚障害
支援の組織です。利益はいつも組織維持するために使われて、YMCA のボランティアの授業もいつも講師として学校に来ていただいて信頼できる組織です。ちょうど今学期もボランティアの授業がありますので、授業後は直接中川さんに直接渡すことができました。でこちらは私たち商品のフィードバックです。ほぼ良い評価をいただきましたが、まだ少し不足な部分があると思います。その部分はまた修正し相談したいと思います。次はアンさんから財務の部分の説明いたします。これから財務について発表したいと思います。私たち250万円のハンカチを売って売上が4万4850円でした。で利益の 85% が2万5181円で寄付しました。次はエディジーズについて発表したいと思います。私たち選んだエディジーズは3番すべての人に健康と福祉を、12番作る責任、使う責任、13番気候変動に具体的な対策を、以上のエディジーズでした。視覚障害者の道を一部を照らすために手を取り合いましょう。私たちハンカチを売ることで利益を上げ、その利益が視覚障害者にいろいろなイベントを再開し、エネルギーを得るように寄付したいと思っています。そして同時に社会と環境に社会と環境の私たちの責任も高めていきたいと思っています。以上、メリーのプレゼンテーションこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日は見本は持ってきてませんか？持ってきてますか？忘れましたが、はい、分かりました。そうですね、はい。そしたら、クエスチョンアンサー質疑応答に移りたいと思います。3人の大臣の方どちら様でも結構ですので、お願いします。はい、そして大久保先生お願いします。まずちょっとその収益の財務のところを見せていただきたいんですが、ちょっとここにはですね、このハンカチが1枚いくらかっていうその単価がないということと、それからあとその原価ですね、仕入れがいくらだったのかっていうところがないので、ちょっとその売上の何て言うんですかね、こう中身というか、150枚売れてこれだけですよっていう、自分で計算すればわかると思うんですけれども、やっぱりそういう単価とかそういう細かい情報があった方がより何て言うんですかね、こう見た方も分かりやすいかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ちなみにおいくらで売ったんですか？いくらで仕入れていくらで売ったんですか？私たちは350円で売りました。はい、で原価は150円ですか？じゃあ1枚売ると200円の儲けがあるということですね。なんかそのあたりをね、もう少しこう明確にプレゼンの中に入れるともっと分かりやすくてよかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、そしたらちょっと違うと思います。はい、原価は150円なんですよね。はい、そしてこれはベトナムから輸入されたんですよね。はい、ってことは輸送費とかが入ってる。そうですね。ですよね。はい、だからそんなに200円儲かったわけではないですよね。輸送費は、アンさんの友達直接飲み切って持っていただいたので、輸送費かかるんですか？そうです。だから200円が売上儲けになるっていうことなんですか？はい、そうですか。はい、わかりました。もう少し、これを購入された先生は感想を私も聞いてみたんですね。そうするとすごく手触りがよくって商品として素晴らしい。それからスマートフォンをこう拭いたり眼鏡を拭いたりするときに
毛羽立つっていう言い方わかりますか？なんかその拭いた時にティッシュのくずみたいなのが細かいのがつく時があるじゃないですか。そういうのが ないっていうのがすごく素晴らしいっていうふうに、商品の評価がすごく高かったんですね。他の講師の先生とお話しした時に、でこの中にもプレゼンテーションの中にもそれを紹介説明している 70% 竹でできていますとか、吸収性が高いとか、そういう、言葉での説明はあったんですけれども、なんか商品がすごくいいのにそれがこれだけではちょっと伝わりきらない、もっとあなたたちの商品はすごく素晴らしかったのにこれだけしかアピールできてないのが私はちょっともったいなかったかなというふうに感じました。それはフィードバックに の部分をなんか含めて高い評価をもらいましたので、それはいいかなと思いました。あ、そういうことなんですか。はい、はい、じゃあフィードバックのところちょっともう一度じゃあ見せてください。これのどこの項目を見てるんですか。もっと買いたいとかそういうところとつなげているというふうに解釈したり。すいません、質問をちょっとお願いします。あ、そう、先ほどの竹を 70% 使っているっていう説明の部分では商品のすごい良さが私は伝わりきらなかったかなと思ったらフィードバックでそれは説明してありますということだったんで、この役に立つと思うとか、うん、買いたいとか、そういうことに関係があるんだと。あと自由感想の部分もあります。これここに載せてないけど自由感想の部分も、うん、なんかたくさんフィードバックで書きました。なんかデザインが可愛いとか、うん、使いやすいとか、うん、あとなんかさっき先生言った通り、うん、なんか吸水性が高いところもありました。であのちょっと残念な部分はただこの商品が見るだけで、うん、チャリティの部分がちょっとわからない人もあります。うんうん、そうです、ね、あ、そういう他にもここには現れてないけれどいろいろそういう意見はいただいてたって感じですか。はい、わかりました。ありがとうございます。ドミニク先生お願いします。はい、プレゼンありがとうございます。まあ、そのフィードバックの中でも不足な部分があると言われましたですね。特にもうその不満のフィードバックの中で一番重要なポイントは何だと思いますか。一番重要な部分はこのプロジェクトはなんか一番したいことはなんか支援、寄付先への支援をなんかちゃんと支援したいのところで、あとなんか支援したいのところのもっと詳しい分かればいいかなと思います。でその悲しいところはそこはちょっとなんかできなくてなんか直したいと思います。もっと寄付先の情報を追加したいと思います。それはちょっと残念かなと。まあ、ソーシャルエンタープライズとしてチャリティーについてとかもう寄付先とかの情報を明確的に顧客に絶対に説明しないといけないだし、マーケティング のものの中に目立つなデザインが絶対必要だと思います。でもう一つの質問ですけれども、まあ、このコースで Useful Courses というプログラムで、まあ、いろんなビジネススキルを生かさないといけないですね。まあ、特に何のビジネススキルを生かすことができましたかと一人一人ちょっと聞きたいと思います。私一番勉強になりますことは勉強になることはティームワークです。そうですね、最初からちょっとバラバラでみんな一緒に働いて、自分の部分もやっぱ精一杯頑張らないと終わらないし、で他の方の部分もなんかできられるかそれを考えながら一番
でまとめてその総品を売れて、ギフトできるようになるのがティムワークが大事だと思います。ありがとうございます。時間は大丈夫ですか。大丈夫です、はい、お願いします。私にとって、マーケティングは、まあ、私たちはまだ学生ので売り物とかまだ出たことないので、今やってみたら、なんかマーケティングはどんな必要は分かりました、お客さんに、私たちの商品をもっと知りたいとか、まあ、売り前に、なんか学生とか先生たちとか私たちの商品を知っています。そしてその販売品でもうもっとなんかもし気になったらもう、ちょっと、買ってきました。そしてもう、クローバーのこととかも知りたいなら私たちも説明させてしました。でそしてそのおかげで私たちの売り上げをもっとなんか高くなりました。それで一番勉強になりました。ありがとうございます。で、はい、で私にとってビジネス簡単に言うのはお金をもらって、でもその利益は何を使うかとよく考えないといけないから、自分だけじゃなくて他の周り、みんな周りの問題、社会の問題とか環境の問題とか考えないといけない、ということです。私にとっては普通にこういうプロジェクト、普通にこういう企画をしたいのは自分で知ってもなんか難しいと思います。例えばどのためにとかどんな企画を使ったらなんか社会に役に立つとか自分が実行できるとかそれを難しいと思います。なので今回はなんかまずドンを受けるためにプレゼンテーションをやりました。でそのみんなに伝えてドンをもらって、あとこの企画書を実行成功できて、あと例えばユニオンとかと支援の金額はいくらを支援するかそれを考えて、なんかここいろいろなスキルが学んでてよかったなと思います。ありがとうございます。今日中川さんいらっしゃってますので中川さんに一言だけお願いできますか。私視覚障害者支援の会クローバーの中川と申します、私たちのことをちょっとお話し説明させてください。1995年の阪神淡路大震災の直後に目の不自由な方が本当に一歩も外に出ることができないということを知って立ち上げた団体で28年目になります。で全くのボランティアですので、収入というのは寄付金助成金のみでやっております。利用者さんからは一切お金をいただかないという形でやっておりますので、こういう形で寄付金をいただけるということは私たちにとってもとっても励みになって嬉しいことでした。でハンカチも見せていただいて私自身も少し買わせていただいたんですけれども、まず見るなりかわいいっていうのが第一印象でした。クマちゃんのシールがついていてですね、で素材も柔らかくてとってもいい品物だったの でそれが350円でしたかね、安く買える。でしかもそれをその収益を、こうして寄付金にとして役立ててくださるっていうお気持ちとっても嬉しかったです。ただちょっと残念かなと思ったのはその販売の範囲場所、そのアピールする場所っていうのが皆さんがお昼休みとかに学校内でなさってるっていうのがこんなに素晴らしいので、もうちょっと外に出て行ってアピールする場所を設けて何かできないのかな、まあこれは学校がなさっていることなので学校内でのみ
しかできないのかな。いや、もっとなんか場所があればね、もっと売れるだろうっていういい品物でした。それがとっても残念で、で、私自身もちょっと余分に買わせていただいたのをクローバーの事務所に置いて、で、ベアリー YMCA のベアリージームさんがこういうことをして販売して、それを私たちに寄付してくださるのでということで、クローバーの事務所に置いてカンカンにお金を入れてもらう形でやりましたら、あっという間に売れました。売れるのでもっと他に出向いて売ることができたら、もっともっと売れただろうなっていうのがとっても残念です。はい、本当にね、いい品物を見つけられて、素晴らしいいいアイデアだったなと思います。ありがとうございました。お世話になりました。それでは今いただいた貴重なアイデアを今から上に上がって8階で皆さんで相談して次の時に、ね、またよろしくお願いします。ありがとうございます。